はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。いい感じで回ってますね。はい、今日はこちらですね。ベイブレードバーストフォルスードスプレッドエッジと V ロガです。ベイブレードバーストのこれはですね、昨年出ていたフォルスードスプレッドエッジっていうですね、バランスタイプのベイブレードですね。はい、はい、これもすごいかっこいいデザインでね、うん、翼みたいなデザインになっててすごいかっこいいですね、うん、はい。そして、今までね、うん、買ってなかったんですけども、ベイロガーっていうですね、うん、このランチャーにつける、こっち、うん、このランチャーにつける、シュート力を測定するとか、はい、なんかポイントを貯めたりするための、このアイテムですね、はい、こちらも今回買ってみました、はいはい、では両方とも開けてみましょう。はい、よっこいしょ。エクスカリバー紹介した時に、はい、ステッカーないからいいねなんて言ってたんだけど、ステッカーついてたみたいでね、このね、中に入ってたんだ。ガン入ってたの。うん、そう、入ってたのに捨てちゃった完全にパパの勘違いでした。はい、はい、ちゅい。こちらがですね、ホルスードスプレッドエッジだね、うん、はい、でアイシング組み立ててみてください。はい、よっしゃと。はい、ありがとう。はい、こんな感じですね、うん、こう翼を広げたようなデザインで、うん、すごくかっこいいよね。うん、うん、新しいですね。はい、それでこのエッジの部分がいつもとちょっと違うね。はい、こうなんかこう十字みたいな感じのデザインになってますね。うん、はい、はい、そしてこちらがベイロガーですね。はい、今この通常のランチャーの方にセットしております。ここがね、はい、パチっていうまでつけないといけないね。はい、ちゃんとここがくっついてないと記録が取れないみたいなので気をつけましょうね。はい、はい、電池入れた状態だと、うん、ね、勝手に電源入るんだけど、うん、5分間待つと切れるみたいな。うん、だから今切れてる状態ですね。そうだね。じゃあ一回電源オンにしてみてくれる？ポチついたね、うん、緑のランプが点滅しましたね。はい、それでまずワインダーを入れてみてもらえますか。はい、はい、そしてベイブレードをセットしてください。うん、じゃあエクスカリバー、うん、エクスカリバーでとりあえずいきましょうか。うん、セットすると、ここの点滅が変わったでしょ、うん、緑黄色赤、緑黄色赤って、これがもうセットされた状態みたいですね。うん、それでじゃあアイシング一回シュートしてみてください。はい、3、2、1、ゴーシャート。はい、あ、出た。今ね、ここ見えたかな。うん、緑と黄色が一回点滅して、うん、で黄色と赤がその次に点滅する、うん、この点滅パターンは一番強いっていう、うん、シュート今強かったってやつだね。でその後に緑、黄色、赤っていう風に同時に点滅すると、このベイロ側に記録が残るんだって。はい、なかなか面白いね。うん、はい、緑と黄色だけだと中、うん、で緑だけだと弱い、うん、みたいなね。一応パパもやってみようか。ちょっとわざとゆっくりしてみるよ。ゆっくりするとただ1になる場合もあるよ。せーの、シュート。はい、緑だけ、緑だけだね。うん、それが1。そう、それでこのベイロガーですね、ここになんとこのイヤホンジャック、はい、これがついております。はい、これをですね、スマートフォンにこう挿すと、うん、この中で記録されてたまったポイントとかが、はい、アプリの方に転送できますね。はい、はい、これね、気をつけなきゃいけないのが、このアプリ転送してる間は、うん、iPhone の音量をね、マックスにしないといけないんだよ。そこがね、ちょっとすごい悩んだ。さっき全然繋がらなくてね。あ、うん、パパはエクスカリバーフォースエクストリームね。エイシン君はフォルスードスプレッドエッジ。はい、ではこれで対決してみましょう。はい、3、2、1、ゴーシャート。失敗ですね、シンくんね。はい、飛んでいっちゃった。そういえばね、この前のコメントで、うん、エクスカリバーに斜めに打つといいですよって書いてあった。ああ、そういえばそうだった。うん、斜めに打っていいます、斜めに打つとザ・ワインパクトだ。それがエクスカリバーに打っちゃって。あ、そうなんだ。3、2、1、ゴーシャート。うわっ、両方ともバーストした。すごい、びっくり。何、すごかったね。3、2、1、ゴーシャート。こうなるとなかなか長期戦だよね。そうすると、おい、よかった。あー、ゴーシャート。あー、失敗した。よっしゃー、ゴーシャート。お、あ、最強、最強。はい、バイ。バランス崩しちゃった、パパ。あー、負けた。イエーイ。あー、さすがバランスタイプだね。うん、ゴーシャート。
あ、いかん、またすごい、いくぞ。あー、負けた。よーし、さすがバランスタイプ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのホルスドスプレッドエッジとベイロガーでした。嘘でしょ。嘘だろ。嘘だ。最後の締めでかっこ悪いところはい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。リベンジ、あ、失敗。はい、今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします、はい、はい。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、おー最強出た、うん、はい。あとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、あとインスタグラムもやってますので、ぜひフォローをお願いします。インスタグラムはね、日頃はパパのお昼の写真で、たまに休日とかになると、どっかお出かけした時の写真とかアップしたりしてますので、ぜひフォローしてみてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。